はい、小豆島町議会議員三木隆史の週一動画パート252ということで252週目、いきたいと思います。今日のテーマですね、ちょっと足の位置変えました今。はい、小豆島町議会の視察研修に行ってきましたということで、まあ前の週にですね、ここ行きますよっていうお話をちょっとしてたんで、まあ行った今回の内容としましてはですね、まあ個人的にかなり、全部すごく良かったなっていう、まあすごい抽象的な言い方になるんですけど、っていう印象だったので、少しね、ここでお話ししていきたいかなっていうふうに思いました。まあね、私いつもね、いつもっていうか、まあ、何回かこの動画の中でも言ってるんですけど、まあ、町議会としてね、視察研修に行くのも相当なコストかかっているので、どうやってね、まあ、この価値部分を住民の皆様にね、こう、提示できるか、還元できるかっていうところは、すごい意識する必要があるなっていうふうに思ってますし、まあ、すごいね、超短期的に、この成果みたいなね、価値のところを、まあ、皆さんにこうね、提示できるっていうのはなかなか難しいかなっていうふうに思っておりますので、まあ、私がね、吸収できた内容に関して、まずはここでちょっとアウトプットできたらなというふうに思っております。はい、まあ、福井県勝山市に行きまして、まあ、子育て日本一を目指しての取り組みっていうところをね、日本一ではなかったと思うんですよね。なんかね、ちょっといろいろ調べたんですけど、まあ、調べる媒体によって1位の感じ違うかったんで、まあ、一応目指してっていうところで、かなりいろいろやられてる印象でした。それから、まあ、日本遺産ですね、石から読み解く、町づくり、白山平泉寺ということで、まあ、この2箇所、2箇所というか2つについてね、説明を受けてきたんですけど、まあ、子育て日本一に関してはですね、まあ、私からね、質問は2つをさせていただいたかな。はい。のうちの1つがですね、もう、これは、この施策はね、絶対に他に負けないよっていう、施策は何ですかっていう質問をね、させていただきました。でね、出てきたのがもう2つパンパンとすぐ出てきまして、まあ、1つはですね、不妊治療は何回行って もう無料ですっていうふうにね、はっきり言われて、あとはですね、もう1つは、学童保育っていうんですかね、放課後の保育に関して、まあ、小学校9つあるんですけど、に対して、その保育センター、支援センターだったかなが9つあると。うち9つ、そのセンター9つあるうちの4つはもう学校の敷地内にあるっていうことで、まあ、本当にその働いているね、お母さんからすると、すごく、なんていうんですかね、都合がいいって言ったら言い方悪いですね。はい、本当にいいサービスなんだろうなっていうふうにね、思いました。それ聞いた時に多分うちの議員もね、うおーみたいなちょっと声が上がったような記憶があるので、まあそういったところでやはりね、日本一っていうふうなところを目指してやってて、他の自治体に負けないのは何ですかって聞いたらパンと出てくるっていうところはやはりね、かなり意識していろいろやられてるんだろうなっていうふうに思いました。私としてね、私の個人的なも反省点としては、で、うちの子育てって具体的に何があってっていうところをね、勉強していってなかったっていう点は、めちゃめちゃ反省点で、まあこれからも本当にね、勉強していこうかなっていうふうに思います。はい。日本遺産に関してはですね、まあ白山平泉寺見てきたんですけども、また行きたいなと思うぐらいいいところではありました。はい。これざっとこの辺で終わります。はい。それからですね、まあ、福井県の永平寺町の自動運転のレベル4を見てきましたっていうところで、まあ、これね、もうメディアにも取り上げられているので隠すところもないんですけど、まあ、直前でちょっと事故がありましてですね、実際ね、本当にお聞きするとすごい軽い事故で、誰も傷ついてないみたいなね、事故ではあったんですけど、あくまで事故ではあったので、我々としてはね、ちょっともう、この自動運転の車に乗ることはできませんでした。まあ、内容ね、いろいろお聞きする中で、もう、結論的なところを言うと、本当に、まあ、すごくね、レベル4って言われてますけど、改良の余地たくさんあるし、まあ、コストのところでね、その壁がかなりあるんだろうなっていうふうに感じました。まあ、それがね、技術がどんどん進んでいって、改良していって、そのコストがぐって落ちたら、まあ、導入して、そのランニングのところも含めてですね、できる、ことが可能になってくるのかなっていうふうにね、私は思いました。が、永平寺町の自動運転ですね。で、愛知県の豊島村の義務教育学校を見てきました。まあ、ここもね、まあ、広い敷地で、広い校舎で、すごく、シンプルに羨ましいなっていうふうに思いました。で、まあ、ちょっと説明を受けて、実際現場を見て、さらにこう質疑応答っていう時間があって、まあ、質疑応答の中でですね、私はね、他の学校と、まあ、明らかに違うなっていうところはどこなんですかっていう、そういう質問をね、投げさせていただきました。で、まあ、とある先生はですね、まあ、広い分、やっぱね、ちょっとこう、走り回って危ないなっていうのは感じるところはありますと、言われてることがありまして、あとですね、ちょっと全部終わった後に実は、お声をかけていただいた先生がいらっしゃってですね、その先生が、言われてたところは結構僕ね、こう、腹に落ちたというか、それがですね、
ここ実はね、図書室がないんですよって、見てもらった通りですけど、図書室がないんですっていうね、話をして、で、これ何が良かったかっていうと、すごいね、広いんで、廊下が広いっていうんですかね、教室と教室の間にもすごいスペースがあって、そこにね、もう要は本をいっぱい置いてるんですよ。いっぱいは、何やったかな、なんとか、メディアセンターっていうね、まあ、センターって言ったらすごい建物のような感じがするんですけど、メディアセンターっていう場所がですね、実際あって、もうそれは、図書室みたいな教室ではなくて、まあ、空間の中にあるっていう感じですね。そこにも机も椅子も結構な量あって、本がダーッと並んでると。で、それに関して、まあ、他の学校ではないところが、やっぱね、児童とかが、気になった本をすぐ出してきて、現場で読んでるっていうね、こういうのがすごい結構数あって、まあ、他の小学校でやっぱね、図書室っていうところに入ってこう見るってことがあるんですけど、それがねやっぱみんながいるフリースペースとか、まあ、廊下みたいなところにねあったりするので、気になったものをすぐ読める、でまあ知識がねすぐそこで手に入るっていう、で意外にそういうね、椅子に座って、近くの椅子に座って本を読んでるっていう児童生徒がまあまあいるんですよっていう、これがまあ他の学校とも違うところですねっていうところで、これ結構ね僕としてはすごいね、ああ面白いなっていうふうに思いましたね。実際現場ね、見させてもらったんですけど、小学生がいる場でどんなようなね、感じになってるのかなっていうのはね、少し、気になりまして、まあ知的好奇心をすごくね、なんていうんですかね、こう刺激するような、作りにはなってるのかなっていうふうに思いました。まあ、なんかほら、興味のある本って近くに置いてたらいいっていうじゃないですか。僕実際ね、自分の子供が、プロ野球ね、大好きになって、今大好きなんですけど、なっていた時に、なんかプロ野球メーカーみたいなのをね、買ってきて、ポンって机の上に置いてたことがあるんですよ。そしたらもうすっごい食い入るようにね、もうボロボロになるまで見てですね。やっぱりそういうね、興味があるものが身近にすぐあるっていうのはね、すごく大事なことなんだろうなっていうふうに思って、まあ、小学生とかね、まあ、9年かけてなんで中学生っていう形もいるんですけど、まあそういった意味で図書室がなくて、そういったね通路の中にそういうところがあって、座ってすぐ見れるっていう場所があるっていうのは、これすごくいいなっていうふうにね、シンプルに思いました。まあ本当に今回ね、そういう意味でも特にね、ここかな、子育て日本一のところに関してはすごいね、いろんなうちの議員からも質問があって、まあ予定をね、結構大幅に、超えていくっていうような流れになりまして、まあ私個人的にもすごく、良かった研修ではあるかなっていうふうに思うんですけど、他のね、議員もそういう質問が出て、質問が出るっていうことはね、やっぱそれだけ興味があって、自分の知識として身になっていくっていうところも含めて、すごくいいね、研修になったかなっていうふうに思います。まあね、これで満足するわけではないんですけど、もっとね、質をどんどん上げて、皆さんにね、少しでもこう、ね、還元できる、提示できるような状態にさらにしていけたらいいな、というふうに思っております。はい。本日は以上です。どうも、ありがとうございました。